はい3227回始めます 3, 回、8月19日ですね、はい、うんと暑いですね、まあ、そんな暑さもまあピーク過ぎたけど、それなりに暑いです、蒸し暑いです、はい、うんと、廃クから今日もやりますよ、今日朝方まで、うん、今日ニュースばっかりなんでね、あのー、今一1時56分だけど、5時ぐらいまで行きますよで、ニュースばっかりなんで、結構進むと思いますよ。はいはいう で明日から私、また仕事でね、ちょっと忙しいんで、次来るのが5日分、5日後ぐらいなんでね、5日、6日後ぐらいなんで、5日分ぐらい取っていこうかなと思ってる次第です。はいテレ朝ニュースから、えー、東京都内の詐欺の件数、特殊詐欺ね、半年間で約47億円被害ということで、これ、東京だけね、ね過去最多を超えるペースで増加中っていうことで、警視庁発表してます。そうあの特殊詐欺ね あの私もね詐欺列島と題してねあのずっと扱ってますけども今日はまああるんだけどあのネタというか記事はいっぱい溜め込んでるんだけど今日多分たどり着かないなそれあの次回しゃべることになると思いますよ、うん、すごいですよ詐欺、ね、ロマンス詐欺とか SNS 型投資詐欺とか副業,副業詐欺とかねあといろいろあるねほんと警察官名乗る詐欺とかね あの着手金を払ってください弁護士の詐欺とかねそいろいろあるだけど本当に多くて私も嫌になっちゃってね一件一件前やってたんだけど一件一件やってたら全然もう件数が多すぎてっていうことでもう5件とか10件とかまとめて話してるから私もうんで今回東京だけの話ね東京都内の特殊詐欺半年間で約47億円被害っていうことで過去最多を超えるペースで増加中っていうことですよ はい、これはもう社会,社会問題っていうより内戦状態って言ってもいいと思うよこれは本当、はい、大変だからもう詐欺師だらけよ。ね、今年上半期東京都内、ね、あの特殊詐欺の被害額が約47億円になり年間の被害額が過去最多を超えるペースになっていることが分かりましたということでね警視庁によりますと。 えー、今年6月まで東京都内で起きた特殊詐欺の認知件数1,538件で被害額は約46億円、うん、去年の同時期より9億円近く増加、ね、この被害ペースは過去最多の被害となった2018年の88億を上回るペースだということで,で犯人が被害者に金を振り込ませるのに、えー、ネットバンキングを、えー、利用された件数は146件で 去年の同時期に比べて約5倍に急増ってことで最近のあの急増するケースっていうのはねネットバンキングを使ってあの犯行に及ぶということその被害者ね騙される側を今までは銀行とかねあのコンビニの ATM に誘導してね電話でうまく誘導してあの振り込ませたりしてたんだけども今ネットバンキングねあの被害者に使わせて、うん 金を巻き上げるっていう手口があの最近の主流だあ主流というか増えてきてますよってこと。ネットバンキングは第三者の介入がなく高額な振り込みができるっていうことがねあの要因とみられてそうあのネットバンキングの場合はねもうパソコンスマホで簡単にあの振り込みができると割と高額な なんで第三者の介入コンビニの店員が、ね、あのおや親って言って止めてくれるとかね銀行の職員が止めてくれるとかそういうのがないから犯人からしたらデットバンキングっていうのは非常にあの犯罪として使いやすいということねにこの他に SNS 型投資詐欺ロマンス詐欺などの被害半年間で約86億円ということですでに去年1年間の被害額を30億円ほど上回っているってことで、ね、あのこれなんだ特殊詐欺か。 特殊詐詐欺欺と投資詐欺ってこれ別にしてんのかうんあくまでも特殊詐欺の被害が47億円このほかに、あのー、SNS 型投資詐欺ロマンス詐欺86億円ということだね本当に凄まじいね SNS 型投資詐欺やロマンス詐欺は性別や世代に関係なく被害に遭っているということで若者へ の注意も呼びかけていいるととうことですねはい、そう男だから女だからとかね20代だから80代だからっていうんじゃなくてもう各年代が犠牲被害になっていると被害に遭ってるとで男とか女とか関係なく男女別関係なく男の人も被害に遭うし女の人も被害に遭うしっていうことであのー、本当に日本人だったら誰しもがね被害に遭うっていうこ被害に遭う可能性があるっていうことですね今ね、はい。ということですよ。で この警視庁が把握しているだけでねこれだけの件数、これだけの被害なんであの警察に届けていないねあの被害者っていうのもただいると思うあの恥ずかしいとかねうんあのみっともないとかうん、騙された自分が悪いからっていうことでねあので被害届けたからって捕まるわけもなしということで届け出してない人もいるただいると思う。 多分かなりいると思うよ、うん、この表沙汰になってるようなものの多分2倍以上はあると思うよ私被害額被害件数っていうのは、うん、それ考えると本当に凄まじいペースであの特殊詐欺、ね、SNS 型投資詐欺ロマンス詐欺っていうのがあの拡大してるってことよ今ねなんであの皆さん本当にね自分は大丈夫、ね、あの私に限ってってことはないんでねあと家族ねあのうちの娘なら大丈夫息,息子なら大丈夫ってことないと思うんで。 あの各自注意していきましょうということあとねちょっとあの注意してね身の回りにそういう詐欺、ね、加害してるやついないかっていうことこ,のこ,こいつの行動最近怪しいなっていうことあったらあの警察に情報提供とかもねどんどんねあのやっていった方がいいと思うよ被害者やっぱり1人でもあの増やさないように減らすように社会全体でね個人個人がねあの気配って見ていくと全然違うから。 ねえ何、ねね、て言うの働くのがねかったらいとかね面倒くさいとかやってらんねえとかいう理由で若い人たち簡単にねあの加害者になってるようだけども本当にね騙される側のその後騙された人のその後を見るとね本当にとんでもない犯罪だからねこれは本当にみんな自殺に追い込まれたねリー孤独死したリーっていう人たくさんいるから被害者で。 ね本当にひどい犯罪だと思うんでねそういう加担する側にならないようにねあの若い人これ加害者だいたい若い人だから、うん、あのまあ年の頃18ぐらいからまあ3035ぐらいが多いんじゃないですか、うん、今で言ったらね、うん、これでも一回やっちゃうとあの捕まるまでやっちゃうからねこの詐欺っていうね加害者側も、うん、あの一旦ねあの美味しい思いすると人間っていうのはねなかなかねあの 脱却できなくなくるかからら、うん、そういういところから結局いつか捕まるから詐欺言ってもねはい本当に加害者にもならない方がいいと思うよあの楽して生きようなんてもう無理だから、はい、終わりたいと思います3227回終わりますチャンネル登録高評価お願いします失礼します